どうも、おしはパワーちゃんはサモンです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標1750に目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタンを押してチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはチェンソーマン第8話、銃声です。もう銃の悪魔や。でも12話構成だとして8話で銃の悪魔、なんかラスボス感があるやつをもう出すんかなっていうのはあるんだけど、どうなんだろうねっていう感じ。まあ、まあ前回のおさらい、第7話が、まあ、永遠の悪魔か、永遠の悪魔のところからやって、前半のほんと割と最初の方で倒したね。3日3晩切り続けて、永遠の悪魔の方から、これが私の急所です、私の心臓です、もう殺してくださいっつって、永遠の悪魔の方から心臓を差し出してきてっていう感じで、でそれ切って、ちゃんとあのホテルから出て終わって、で割と長めに尺使って、あの居酒屋のところがあったね。サブタイがキスの味だったんだけど、いやデンジファーストキスはゲロの味なんだってよ。ゲロ中ってどんな気持ちなんだろうな。想像できねえけど、想像したくもねえけど、多分気持ち悪いよな。吐くよ。デンジかわいそうだったな。で、まあまあ、そのファーストキスをね、デンジは終えたわけですよ。で、居酒屋から出るときに、姫野からこうやってね、姫野と一緒に帰って、気づいたら姫野の家かな、あれは多分で、しよって言われて終わった。どうなるかわからん。もうそこで終わってしまったかな。もう楽しみでしょうがないよ。デンジ頼む、どうにかしてくれ、頼む。よし、じゃあ見よう。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやー、どうなるかな。耐えてほしいけどな。エンディングのゲロ中もすごかったけどな。まあまあすごかったけどね。よし、気合い入れていくぞ。はい、それでは Amazon プライムで再生していきます。3、2、1スタート。雑い。酔っててもこういうことはできるんだな。酔ってないの？うなされとるよ。まだ飲む。おいち。
しちゃうだった。しちゃう、しちゃうだった。いやーでも、いやー、電池耐えろよ。マジで電池耐えろよ。耐えてくれよ。いやでもここで行くなよ。ここで頼むからデンジ、耐えろよ。お前またなんかこう夢に描いていたものはこんなんだったかってなるぞ。今言ったら絶対行くなよ。絶対マキマさんとやった方がいいぞ。耐えろよ。本編開始。なっこ5分。あ、やばい。これはガチャンプレイだ。そうだ、考えろ、耐えろ。やばい。やめとけ。耐えろよ。キ君潰れとるやん。ドエロじゃん、マキマさん。明日買おう。お、やってないじゃん。やってないよね。したの？あ、やってねえんだ。よかった。よかった。耐えた。
すっげえいいとこ住んでんだな。いいね、いいね、デンジ超好き。ほう、やっぱね、そうなるよね。どこら辺なんだろう。マキマスさんだ。あんだけ飲んで平気ってすげえな、マキマさん。死んだじゃん、マキマさん。は？C班って何？やべえ、みんな死ぬじゃん。
やべえ、こいつも殺すやん。あ、違った。おい、第1話のあいつやん。まずお前、およし、やりすぎじゃない？うわー、やべえやん。ちょっと待てよ。あ、ちょっと待て、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 お前。心臓。は？人でも悪魔でもない。釘？刀、アキくん刀抜いたよ。三。刀じゃねえんだこれ。1。なんつって今。0。え、勝ったの？え、立ったんだけど。はいや。嫌だ。うわ、やべえ、血が止まんねえ。
大丈夫なんそれ。左腕。ちょっと待て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 。何もかんも意味がわからん。ほぼ死んどるやん。凛としていく。いやちょっと待ってよ。え、死んだん？ああ死んでる。最後だってタバコと花束やったろ。いや、ちょっと待てよ。え、死にすぎじゃね？ちょっと待てよ。え、ごめんごめん。もう一回いろんなやつを見よう。いや、デンジは耐えたよ。初めてはマキマさんがいいって言って、デンジは耐えた。そこまでは良かった。で、そっから。いやでも姫野から赤ちゃんプレイっていいよな。あれいいな。マキマさんのチュッパチャップスだよ。初めての関節キスはチュッパチャップスコーラ味だよ。いやっていうかちょっと待ってよ。だって先輩後輩じゃなくてさ、あの同盟を組んだばっかやん。同盟
おい同盟組んだじゃん。あ、そうだ、この新幹線だかなんだかのシーンをちょっと見よう。新幹線だな。前後2人ずつやろ。帽子かぶったおっさんと前の方にいる C グループって何よ。ここなんか音聞こえてやな。こうやってこう準備してんだ。あ、でもなんか周りの人たちは知らんような感じか。じゃ、ん？公安に敵対するこの人たちは何なん？いや、牧間さん死んだやん。いや、やっぱ死んどるよな、これは。こっからなんだよ。だって飲み会のメンツだろ、このメガネ君とこの女性と。ほら、だってコベニット、アライモールやん。このおばあちゃんですらニコニコしながらこんなやって構えとる。でんでん。太鼓ではないんだよ。太鼓の音じゃねえよ。それよりやべえんだって、パワーちゃん。いや、ちょ、まあいいや。あとなんかあったっけな。ああ、あいつあれでしょ、サムライソードって言うんだろ。あのね、モンストコラボでやってたから、あれがサムライソードっていうのは分かってたんだよ。勝ったと思ったら生き返ったんだけど。あの赤いパーカーのヘビを使う彼女はどれだ。沢渡りでいいのか。カースってなんだ。ゴーストはあの姫野のあれでしょ。カースってなんだ。カースってなんだ。カースってなんだ。ちょっと待って、なんだ。あ、いやいや、こんだけしかいねえのか、キャスト。カースってどれ。他に喋ったやつおるか。デンジ、マキマ、アキ、パワー、姫の、サムライソード。読み方がわかんないけど、多分沢渡りが赤いパーカー、キツネの悪魔、アキくんのコン、カース。それよりもいろいろあるんだよ、だから。あれ違う、第1話見ていい？ちょっと。第1話。違う、あいつやん。あいつじゃね？ここにカースって書いてあったらあいつだと思うんだけど。あのヤクザの名前じゃねえ？カースって。違えか？多分全然違うと思うけど。ヤクザだ。ここにはカースって書いてねえ。じゃあなんだ、カースってなんだ。俺なんでこんなカースに固執してんだ。違う、それよりもいろいろいっぱいあったじゃねえか。で、得意四課っていうかさ、その得意なんとか課の人たちがさ、まるまるやられて、ああ、いつか、釘 ?321 って言ったあれか、あれだ、アキくんがカースって言ってたか、あいつか、あれか、
あいつのことだ。よし、すっきりした。オッケー、大丈夫だ。なんか、なんだっけ、あと。なんだっけ、ちょっと待てよ。刀じゃねえんだな。でも、永遠の悪魔の時になんかこれ使ったらやべえみたいなことは言いよったし、ちょっと待ってよ。キツネがさ、人でも悪魔でもないって言ってんじゃん。でも最初人間の格好でデンジ覚えてるかみたいな感じであれやって、その後サムライソードっていうかさ、サムライソードっていうぐらいだけど多分日本刀なんだろうけどさ、これでデンジと何が違うん？デンジと一緒やろ。なのになんで人でも悪魔でもないの？人でも悪魔でもないといけないだろ。どういうあれなん？ちょっと待ってくれよ。で、カースが321でなんかこう今こうやってんだよ、サムライソード。カースってなんだろうな。悪魔なんかな。撃てって言うってな。なんだろうね。カース。後で意味をちゃんと調べよう。で、突如出てきた。もう意味がわかんねえんだよ。沢渡りでいいよね、もう呼び方。わかんねえけど。で、サムライソード倒れとったやん。沢渡りがなんかこう、何をやったかっていうのは見えんかったけど、サムライソード立ったんだけど。どうして負けた？じゃあさっさと殺して。主従関係がなんか人間の方が上になってんだけど、何？意味がわかんねえんだけど。で、だってさ、姫野のゴーストがあいつやだ怖いみたいなこと言いよったじゃん。で、私の全部あげるからの時点でもうあってなっちゃったけどさ。いや、これいけると思ったんだけど。やべ、ここ、これだ。泣いてほしいから。で、下半身がなくなってドンってなるし。意味がわかんねえんだよ。触ったりのさ、この蛇、丸のみ。明らかになんか人間の方が、気持ち悪い。ヘビっつうかなんだこれ。手じゃん。手がいっぱいグラッ。で今食われて、ここはあのゴーストの頭だけ浮いてんのやだな。でアキくんが振り返ったらもうそこ吹くしかねえんだよな。で終わるんだよな。あ、しかもこれエンディングあれじゃん。アキくんと姫野の何今までの思い出的なあれじゃん。まあお墓参りに行くで今までの思い出だのなんだのがあって、そこから去っていくアキくんで、最後に花束とタバコじゃん。勘弁してくれ、もう意味がわかんねえことやりやがって。ほとんど死んだぞ。第8話やろ。意味がわからんのやけど。
やべ、38分の動画になってる。終わろう。これは今同時に生配信もしてるんでね、まあ多分アーカイブ残ってると思うから、気になる人はそっちの方も見てください。別っていうか、まあなんだっけ、ライブ配信かなんか生放送みたいな枠の方があるから、そっちの方から見てください。これからは、今からはね、ちょっとそっちの生配信の方をやります。動画はこれで終わり。終わる、終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、チェンソーマン第8話、銃声でした。ありがとうございました。バイバイ。